鈴木英4月1日から1985年9月18日は日本の海軍軍人海上自衛官。太平洋戦争において軍令部作戦会員などを務め、戦後は海上自衛隊に入隊。最終階級は日本海軍では海軍中佐、海事では海将。父は鈴木隆織陸軍大将でその次男。妻は岡田圭介首相の娘。 君子、千葉県出身。富士四中を経て、海軍兵学校に入校。赤字四番、恩仕組みで卒業した。同期生に、藤村義和、寺内正道、後に義兄となる、岡田貞友がいる。鈴木は登場員であり専門は、飛行艇であった。注意に進級後の1930年12月、第21期飛行学生を命ぜられ、主席で終了。 1933年3月から、霞ヶ浦海軍航空隊で教官を務めた。学府の岡田啓介が襲撃された2.26、事件の際は、横須賀海軍航空隊教官であった。その後、軍令部出資。1937年12月から、横浜海軍航空隊分隊長。翌1938年3月。 横浜航空隊上海派遣大使揮官として上海に派遣。1939年12月、第4艦隊が編成され、航空券通信参謀。1940年4月、海軍大学校校三38期に入校するが、教育課程は約半年で中断となり、第6航空船隊参謀に転じている。第3艦隊参謀兼服館を経て、 海軍省人事局員となる。すでに日米海戦は間近で、鈴木は商船に乗り込み、南雲機動部隊による新珠湾攻撃の予定航路の気象状況、商船通行状況などを実地調査し、在保乗る,る日本総領事館との秘密連絡も行った。1942年12月、海軍大学校講師課程が再開され、翌1943年6月、卒業。 第851航空隊飛行長、第28航空戦隊参謀など南方戦線で飛行艇部隊による紹介などを担当した。1944年末、航空本部出資が発令され、内地に戻り、航空本部総務部部員、軍令部作戦会員を歴任し終戦を迎える。戦後は、海上自衛隊に入隊し、自衛艦隊司令官、 幹部学校長等を歴任し、1964年12月に会唱で退官。退官後は日本電気食卓を務めた。父と私の2.26事件、脱出、旧軍心は語らず、ないか、の情勢昭和12年12月1日海軍、事例広報号外第99号アジア。 歴史資料センターレフ C130 億7207万2800。昭和14年11月1日海軍事例広報。第397号アジア歴史資料センターレフ C130 億7207万6600。昭和14年11月15日海軍事例広報。 第401号アジア歴史資料センターレフ C130 億7207万6700昭和14年12月11日海軍事例広報第415号アジア歴史資料センターレフ C130 億7207万7200昭和15年4月15日海軍事例広報第469号 アジア歴史資料センターレフ C130 億7207万7900。昭和15年10月15日海軍事例広報第543号。アジア歴史資料センターレフ C130 億7207万9000。昭和15年11月15日海軍事例広報。第55号アジア歴史資料センターレフ C130 億7207万9500。 昭和16年4月10日、海軍事例広報第614号アジア、歴史資料センターレフ、C130 億7208万700。昭和16年7月18日海軍事例広報、第674号アジア歴史資料センターレフ、C130 億7208万1600。昭和17年7月23日海軍事例広報。 第905号アジア歴史資料センターレフ C130 億7 2 0 8万6300昭和17年12月2日海軍事例広報第13号アジア歴史資料センターレフ C130 億7 2 0 8万8400昭和18年6月2日海軍事例広報第1134号アジア歴史資料センターレフ C130 億7209万1400昭和18年9月1日海軍事例広報第1 2百3号アジア歴史資料センターレフ C130 億7209万2700昭和18年11月1日海軍事例広報第1249号アジア歴史資料センターレフ C130 億7209万4100 昭和20年1月7日、海軍事例公報校第1686号、アジア歴史資料センターレフ、C130 億7210万2800、昭和20年2月19日海軍事例公報校、第1726号アジア歴史資料センターレフ、C130 億7210万3500、昭和20年6月11日海軍、 事例広報校第1824号アジア。歴史資料センターレフ C130 億7210万5200。昭和20年12月12日。第二福音賞事例広報校第10号アジア。歴史資料センターレフ C130 億7215万8100。昭和20年12月21日。第二福音賞事例広報校第18号アジア。 歴史資料センターレフ C130 億7216万2100 21昭和20年12月8日第二福音賞事例広報公第7号アジア歴史資料センターレフ C130 億7216万2000漢方本市第8078号漢方号外第34号漢方本市第17603号ありがとうございます